放射線の透過能力、中性子線は他の放射線に比べ挙動が著しく異なり、水やコンクリートなどの厚い壁に含まれる水素原子によって初めて減速され遮蔽される。原子核物理学における中性子線とは中性子の粒子線を言う。中性子線を物質に当てると、中性子は物質内の原子の原子核と衝突を繰り返すうちにエネルギーを失っていく。 やがて、周りの原子の熱運動と熱平行状態に達し、その熱運動と同程度のエネルギー状態となる。この状態になった中性子のことを熱中性語という。常温での値はおよそ0.025エブである。中性子は電荷を持たないがスピンを持つので、中性子線はこれを使った結晶構造解析、特に磁気構造の解析に有用である。 中性子線のエネルギーは中性子と同程度の質量を持つもの、すなわちできるだけ軽い原子核との衝突で効率的に吸収される。よって中性子線を止めるためには水素原子を多量に含む水やコンクリートなど厚い壁が必要である。重本素による遮蔽は有効ではない。中性子線を物質に照射すると中性子と物質中の原子核との様々な 核反応が発生することになる。主に原子炉に関係するものとして、中性子による核反応は吸収と散乱の二つに分けることができる。中性子が原子核に衝突するとき、中性子がその原子核に吸収されることがあるが、この核反応を吸収と呼ぶ。吸収反応には原子核が中性子を吸収した後に他の粒子、またはガンマ線を放出する捕獲と、 原子核自体が分裂する核分裂の二つがある。中性子が原子核に衝突するとき、その系からまた中性子が放出されることがあるが、この核反応を散乱と呼ぶ。散乱には男性散乱と非男性散乱の二つがある。ありがとうございます。